11月24日、高知グラウンドで第21回南伊勢町長杯ゲートボール大会が開催され、町内から5チーム19人の選手が集まり、軽快な打球音を響かせ熱戦が繰り広げられました。南伊勢町長杯ゲートボール大会は南伊勢町と南伊勢町老人クラブ連合会が共催する大会で、この日は上崎浦、伊勢路 B、南西、高知、伊勢路 A の5チームの総当たり戦で行われました。ゲートボールは1チーム5人くらいで2チーム対抗の団体スポーツです。1試合は30分で、それぞれ自分のボールを T 字型のスティックで打ち、1番ゲートから3番ゲートまで順番に通過させていきます。最後に中央のゴールポストに当てれば上がりとなります。ゲートを通過するごとに1点、ゴールポストに当てると2点が加点され、チームの合計点を競います。また自分のボールを他の選手のボールに当てるとスパーク打撃を行うことができます。スパーク打撃で自チームのボールを有利な位置に進めたり、他チームのボールを妨害したりして、チームメイトと連携を取ることで様々なプレーができるのも魅力の一つです。参加した選手の皆さんは軽快な打球音を響かせながらプレーを行い、爽やかな秋晴れのもと熱戦を繰り広げていました。なお大会の結果はご覧の通りとなりました。トロフィーもおめでとうございます。はい、もう楽しかったです。当たったし当たったので良かったです。ありがとうございます。はい、まあ本当に楽しかったですわ。もう今日は本当に楽しかったです。ありがとうございました。